だろう、誰かな、行こうか、表面に行こうか。さっき言われたのはクリーンだよ、最初のクリーン。ちょっと浮きが生まれたくて。新しいんだよね、全然おかしいそう。なんかありえましたね。だか水抜きの穴か。これが下に沈んどってる、うん、でかいんだね。
製のポーランド型であった。日本は世界各国から技術を導入すること潜水艦の国産化を目指す。第一次大戦後は太平洋での遠距離作戦を考慮した大型潜水艦の建造に力を注ぐ。太平洋戦争中、日本は潜水艦119隻を創出。
要かは、ご自身に考えますので、契約に際しては、いくつかの注意が必要です。立ち入り禁止場所には入らないでください。非常に狭いのが潜水艦内の特徴です。頭や体をぶつけないように注意しましょう。艦内には現役当時のままに配管やバルブなどが残されていますが、絶対に触らないでください。スイッチやレバー、ボタンなどにも触れないようお願いします。長い間立ち止まるのは他の見学者の妨げになります。潜望鏡体験は係員が一緒の時だけ行えます。安全確保のため混雑時は見学場所を制限させていただくことがあります。艦内ではあなたもクルーです。ルールを守り、本物の潜水艦を存分に楽しんでください。秋潮は有潮型7番艦として1985年進水し、翌年に就役。呉の第一潜水隊軍に属し、主な任務は対潜水艦作戦でした。2004年除籍となった秋潮は、展示のための改装が施され、栄光や釣り上げ、さらに陸路